FC まばりの金井が行かないと。皆さんこんばんは。 FC まばりの金井が行かないと、パーソナリティの金井良一です。この番組は今治市に本拠地を置く FC 周りの金井が楽しく選手を交えながらお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております。まあ、出だしから噛みかけたな、危なかったな。前回は背番号25番の靴見圭司選手、44番の小松早田選手に出ていただきました。まあ、前回は、早田は初出演というところで、メッセージで早田の顔はなんかでかいみたいなメッセージしてたんですけど、これ実はお父さんからのメッセージやったみたいで、隼人のなんか家族のなんか仲の良さを感じましたし、またね、隼人と、ケイシー、それぞれのボランチポジション、ボランチなんですけど、ボランチの考え方なども少し聞けました。前回の放送聞かれてない方はぜひまた FC 今治 YouTube チャンネルからご視聴ください。さて、今回もゲストを交えて放送していきたいと思っておりますけども、前回のホーム戦でもね、金井が行かないとのステッカーをね、また配らせていただける機会がありまして、たくさん、行かなですと言っていただいた方ありがとうございます。もうフットボールパーク出えへんかなと思うんですけど、また僕に会ったらお声掛けください。よろしくお願いします。じゃあ早速登場していただきたいと思います。背番号1番、修行智人選手です。よろしくお願いします。お願いします。これは完全にキア入ってんな。はい、キア入ってます。っよっしゃ、もうはい始まります言ったら、よっしゃ言うてたよ。試合の時よりキア入ってたんじゃん。そうね、ちょっと眠たいからな。シャキッとせんと。あらら、はい、本来ならこれお昼寝の時間かな。噛むね今日。噛んでる、すごい噛むね。え、噛んでた。え、どっちがホーム戦の、リスペクト宣言の、あ、そんなします。いや早く、そうかそうか、俺でしょ。もう一方、ね、はい、登場していただきます。背番号4番、園田拓也選手です。よろしくお願いします。お願いします。そう、神々です。だいぶ気入ったやろ今日は。はい、もちろん。これね、今その話がちょうど出たから、メッセージでもね、そういうコメントをいただいてたんですけど、ちょっと早速ね、そう、さっき、なんかね、そうそうそう、リスペクト宣言の時に、めちゃめちゃ噛んでましたね、園田選手って書いてないけど、うん、俺、今日全然噛んでないんだけど、噛むの得意なんや、俺、噛むの得意なん、あれ、ちょっと緊張してた。緊張はするよね。ひどかったよね。いや、後ろでさ、いや、分かったよ、もう、後ろ見なくてもみんな笑ってるだろうなと思って。もうだってもう読むとき、読む前から笑ってたよ。いやだから俺らからしたら、やっぱ、園田が言ってる時点で、もう罰ゲームなわけ。あ、もうこれ噛むんちゃうかな、噛むんちゃうかな、どうかな、どうかな、試合前から言われてたから、ね。そしたらもう、いきなり書いたから、わしゃ、なんか私たちみたいな言わなかったところ、わしゃって言いましたよ。わしゃって、方言、どこ、なんです、普段使ってんの、わしゃって。じいさんやんと思って。めちゃくちゃおもろいやん。それなんだ、あ、これや、これ、ポニョスケさんからね、藤枝戦、勝利嬉しかったです。園田選手、スポーツマン宣言の時、噛みましたよね、と。その後ろで、修行選手が微笑んでる姿が印象的でしたと。これもう、修だけじゃないってことやろ、全員やろ。ダゾーン見てほしい。できたら、ダゾーンの、入ってた、ね、最初の宣言のとこ見て。うん、カメラ、ソノで、俺らが結構おるから、もう必死にみんなこらえてんねんけど、もう笑ってもうてるから。誰かな、誰かが、ヌノさんも笑ってたんですよ。あかんやん。全然もうなんか、今、でも緊張してたから解けたかもしれないな。ね、そうそう。それもあったからね。それもあった。だってほんまにきついよ。だって入場するときさ、ソノに、今回のメッセージ渡してて、事前に読むよっていうことは、チームから言われてたと思うんだけど、渡した時俺もほんま漢字とか読めるかなとか、くるから風呂会言ってたとか、もうなんか周りも園さんもう緊張してんねんから、さらに緊張させんといてみたいなとか。そうね、これソロでよかったんかな、この試合。よし、よかったね、すごいタイミングでね。じゃあでもケイシが噛んだところで、ちょっと噛んじゃったなぐらいで終わるんよ。はいはいはい、もうソノはもうみんながもう構えてるから。某番組の笑ってはいけないじゃないけど、なるほどなるほどね。あ、どうかな、来るかな、来るかな、噛んだみたいな感じだから。よっしゃーみたいな感じだった。
これでもほんまだそのやからこそのやつやろ。そうだね。でもこれで構わへんかったら、そう逆にね、そうなんか、ああ構わへんのかいみたいな。そう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 。もう何食わぬ顔で俺横なんよ、うん、何食わぬ顔で戻ってくるのを見てまた笑いそうになってこいつなかったことにしてるやんって思ってもうそれって笑いそうにまたなる。真面目にやったつもりやったんやけどな。いやこれ真面目にやってた。そう、もう全然もう最初から俺ちょっと心配やったもん近くで見ててめちゃくちゃおもろい。エスコートキッズの子も一瞬えみたいな。キッズまでキッズ、うん今噛んだよねみたいな横で言ってるからマジで見てほしいわ。巻き込んでるやん大丈夫、あの審判とかカード出そうとしてなかったイエローカード準備してなかった。試合前からもう退場退場するやん。いやほんまあったんちゃう。もし俺やったら出してたかもしれないめちゃくちゃおもろいやん。だってもうそういうだからサポーターの人も心配するぐらいとか、あのやっぱ噛んだところを気づいてるってことで、そうね、これもだってもう微笑んで、まあ、週だからもう全体見えてないな、この人たちやっぱ上から見てるから俺らより余計見えてるから、うんうん、そのやったな多分ヘディングしすぎだよねポジションのせいにすんなよお前DS ライン全員そうなわけじゃないでヘディングしすぎて株量増えてると脳揺れてるから脳揺れてんだ確かにな、ね、そうそうあのダメージまあまあでかいからな、ねね、そうそう、それだけ頑張ってる。でも俺あんま構わへんもんな構わへん、めっちゃおもろいけどちょっと違うの言っていいこれでもあのとりあえずさ、あの前回の試合ちょっと振り返ってもらって、この放送はね、あの今日は13日やけども次のまあ、放送が22日なんでタイムリーな話にはなってないかもしれないけど、まあ、久々にホーム戦で勝利をしましたと。あの喜んでる姿、点取ってる姿を見るとなんかサポーターが点入るたびとか点取られたとか、でもそういう繰り返しで得点がたくさん動いていろいろなんかボルテージがすっごい上がっていくのを久々に肌で感じて、やっぱ点取って勝った時のあの一体感はやっぱ勝つって大事だなっていうのを改めて俺は感じたんやけど、なんかその辺まあ勝利、久々の勝利でまあいろんな思いがあったと思うけども、シューはどんな感じだった？試合終わってとか。まあ選手たちだけでまあその試合の前に一回話をして、うん、でやっぱりまず戦おうと、うん、まず勝ちたいっていう気持ちを出そう、努力さくやろうっていうのをもう一回こう、もちろん大事なことは分かってたけど、もう一回選手たちで自分たちで確認して、うん、まあ、臨んだゲームで、うん、まあ、ああいう風な展開になって、うん、まあ、最後まで戦えて、で自分たちでなんとかこう掴み取れた、そういうゲームだったんで、うん、まあ、本当に良かったなっていうのはありますね。なるほどね。なんか試合終わって、まあ、シューがボールをキャッチして終わって、あれも多分なんかお前もちょっと狙ってないの、あれずっと取られてると思ってそのどうあれなんかダブルでキャッチしてなんかこう寝転んで、これは上手だから上手だよ、なんか抱きボール抱きかかえてよっしゃみたいな、あれも抜かれるのバレて、もうグローブ見せてなしっかり全部こすいよ、マジこすいよな、これなもうやり方がこれやり方あれはもう狙ってるからあったよ、うん、あのこうキャッチしてグローブ見せて髪ちょっとかき上げて爽やかさ出すみたいな、来たなほんま、ほんまもっとうえーなってもな、ええところやけどな、あのちょっと落ち着き具合がなるほどね。ソロはその試合終わって久々、えソロはでも久々、あでも前節の熊本は出てんな、まあでもホームは3ヶ月ぶりあそうぐらい、そうかそうか、そうまあ、なかなか自分も怪我とかでなかなかピッチに立てず、うん、まあ、試合の、まあ、チームとしての勝利も少ない中で歯がゆさはあったと思うけど、この試合で勝利してどんな感じだった？いやまあもうとりあえずはホッとしたっていうのが正直なところで、うん、まあ、でもやっぱりこれぐらいやっぱり戦わないとだよなって改めて思ったっていうか、うん、まあ、ピッチのまあ、俺はちょっと倒れてなかったけど倒れてる選手もね何人もいたし、まあそれだけ走って戦ったからこそ勝ち点3っていうのはホームで取れたっていうことなんで、まあそれを本当最低限にしてやって、今治はやっていかないといけないなっていうのを再確認したっていう。
だからまあ次の試合もねやっぱり試合終わって倒れるぐらいやっぱりやらないといけないなと思いましたね。選手でミーティングした時とかは、まあ、基本ケイシが一番最初に喋るのかな。ケイシが喋って、あとそのと俺とコマさんは一応喋った。ああ、それシュウはさっき言ったようにその気持ちのところを話した。まあ、基本ってか全員そこ、うん、もうなんか先日云々とかいろいろあるにしても、うん、まず自分らできることはもうそれしかないやんみたいな、もうなんか弱いんやったら弱いなりにやれることそこやんみたいな感じ、うんうん、全員がもう結局でもそういう話になるから、うん、そのはリスペクト宣言のところでした。そうですね。みんなの前でリスペクト宣言の練習したんだけどね。まあ噛んじゃったよね。練習して噛んでるよ。そのもう気持ちのところ、さっき話したみたいな感じの話。あ、まあみんなね、大体同じようなところで、うん、まあやっぱあとはね、サポーターの人たちも戦ってる姿っていうのを、うん、そこをやっぱ見に来てもらってると思ってるし、うん、まあその見に来てる人たちにも、うん、こう喜んでもらえるような試合をしようっていう話はした。うん、まあ、でもみんな同じ4人とも同じような話するってことはやっぱりその持ってるもんはあるけど、それをこう全部出せてないとか、ちょっとなんかなかなか結果出てない中でちょっと沈んでる中でももう一個ギア上げたら俺らはこう結果出せるよ、自信持ってやろうよみたいな話をしたってことやな。うん、そうだね。なるほどね。じゃあちょっとめちゃくちゃメッセージいただいてるんでどんどん読みたいと思います。ラジオネームベベさん、金井さん、園田選手、修行選手、3人の前回の放送とても楽しく神回でした。何回も聞いても笑ってしまいます。あ、この人が YouTube の、回数増やしてくれてるのか。私は吉井まばりの中で園田選手が一番正統派の男前だと思います。珍しいですね。髪型も大好きですと。変わってらっしゃいますね。ベベさん大丈夫ですか。心配になってたな。ベベさん、皆さんは誰が一番男前だと思いますか。あ、これでも前もちょっと話あったか、あれからいつぶり、2ヶ月3ヶ月ぶりぐらいか、これ出たぐらい、うん、そっから、まあもしなんかこいつ男前やなと思う選手がいたら、じゃあ一番正統派の、その正統派の俺が選ぶ男前。普通にガチのやつでっていうことだよね。うんうん、男前。いや俺はやっぱケイシはやっぱ気持ち入ってるね。なるほどね。今治のために、うん、っていう本当に気持ちが入った選手だと。うんうんうん、なるほどね。話も上手だし、噛まないし。そこ。なるほどな。ケイシのいいところは話上手で噛まないっていうところですね。なるほど。そういうこと。シュウは、選手はちょっと難しいな。でも俺ちょっと布さんは、うん、なんか渋さあるなってちょっと思うけどね。普段どんな感じ？俺はまあ。ほとんど接点ないというかさ、うん、まあ、選手と監督の立場じゃなくて、まあ、一社員と監督だからさ、うん、ちょっと違うんやと思うけど、うん、もうすごいなんか寡黙でなんかあんまり話したことないし、うん、挨拶ぐらいしかないから、うん、どういうところに渋さ感じる？基本そんな表情を緩ましたりせえへんし、常にキリッとしてて、うん、まあ、常に勝負の世界でこういた人、厳しい人っていう雰囲気が、うん、その今まで の, その多分厳しく生きてきた雰囲気が若干出てるのが、うんうん、なんか俺からしたらちょっと渋いなっていうのは思う ね。自分にはないなっていうか、はい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 、自分チャランポラやなって思うよね。まあチャランポラやなお前は。これさ、うん、まあちょっと話変わっちゃうんだけど、変えるのか。俺いいよ。犬野さんの話は、ああ、はいはいはい、オランダの選手権の、そうね、ほら、そうね、市船はね、市船の監督だったじゃん、うん、で名将って言われてて、うん、その人が今
そうやな、確かに実際にうちのチームの監督にいるっていうのはすごい不思議な感じがして、確かに確かに、めちゃくちゃ怖そうやったよね。いや、テレビとかで見るあの姿ほんまやね、めちゃくちゃ怖そうやな思ってたもん。いや、もう、いや、ぜ、いや、俺の知ってるそのね、市船の出身の人は、うん、もうほんまその言い方はこれ合ってるか分からないけど、もうほんま怖い、ビビってる感じはね、うん、あるよね。え、そのとかって、え、選手権の時とかやってる？だからそれこそその決勝、決勝でやってんのか、選手権決勝で、まあ、国見は選手権史上初の3連覇、あ、そうか、その時か、った試合で、うん、その時の対戦相手が布さん、あ、でコーチで力さんが、え、コーチ力さんその時いたらしい。で実際その2人が今指導してもらってるから、俺は。なるほどな。すごい。だからまあ来た時もそういう話をちょっとしたんだけど、当時ってさ、国見と市船やったらさ、もうバチバチやん、うん、どう、まだ壁ある？まだ多分ね。いや、布さんが壁持ってるまだちょっと俺は壁持ってないんだけど、布さんがまだちょっと壁持ってる。あれあれまだ早い、ちょっと国見やなまだ気にしてる。そうそう、だからそうやってなんかちょっとなんかこうかっこいい渋い感じで読んのは、うん、こいつのことを引き寄せあいつ国見やなあるな、それは。なるほど。じゃあちょっと続いて、ラジオネーム今治どうでしょうさん、金井さん、修行さん、園田さん、こんばんは。いつも楽しく、ラジオ聞いてますと。以前4月のラジオで夏までに飯行こうっていう話がありましたが、実現しましたか？まだ夏終わってないでしょ。夏終わってないよな。まだやな。俺らの夏はまだやな。俺らの夏はまだなんで、うん、これからです。そうよ、ほんま。まあ、行く言うて、これ、まあでも、あれやな、8月入ってちょっとそういうコロナの状況もね。うん、だから夏入ってこうなったから、夏終わるまでには行くよ。そうそう、うん、コロナなかったらそんなもうバンバン行ってるよ、ね、そうよ、週8ぐらい行ってるよ。行ってるよ、行ってるよ。週超えちゃってる週8で行くよこれは、うん、なるほどね。じゃあちょっと続いて、ラジオネームとしさんから、岡田武代表はお二人にとってどのような存在ですか？それと岡田代表のことなんて呼んでいますか？つい岡ちゃんって言っちゃいそうですか？あ、これそのたまにお母ちゃん言うてる言うてるな、言うてる。ロッカールームでは言うてる俺聞いてるから。聞いてないよね。大丈夫。なんかこの存在、岡田さんの存在とかって、まあ直接ね、監督でもないし、そのまあ会社の会長やから、そんな直接的なもんないかもしれんけど、柊はどんな感じ？俺は、うん、結構その FC 今治にとってこう父親的な存在、うん、で俺の中ではキムさん母親的な感じなの。ああ、なるほど。常にこうちょっと優しくて面倒見よくて、うん、でお母さんはこう要所要所で、うん、ここは絶対あかんっていうところはバシッとこう入ってくる感じ、うん、でいつもまあ見守ってくれてる、うん、まあ一家の大黒柱じゃないけど、うん、なんかそんなに接点はないにしても、うん、常に厳しく子供たちのことを見てるような父親的な感じかなっていうのは思うか な, なるほど、ね、俺は岡田さんって言ってるよね。ああ、もう岡田さんって言ってるよね。いやいや、俺もやる、ね、実はいや、岡田さんとキムさんの子供に祝儀が悪いから、ね、やばいな、お父さんお母さん癖強すぎやろその岡田さんの存在、いや、もう存在も何もね、このチームの会長だし、どうって言えるほどの感じじゃないですね。おじいちゃんおじいちゃんとも呼んでないし、はい、岡田さんってちゃんと呼んでます。なるほど。じゃあちょっと曲の方に行きたいと思うので、柊の方からタイトルコールをお願いします、はい、ドリームさんで希望の光です。ドリームさんで希望の光、奇跡を信じてでした。この曲を選んだ理由は？いや、まあもう自分のなんか今とめっちゃ合うなって思うんで、うん、
それで選びました。シンプルで渋くなんか前半戦とちょっと変えてきてるやん。いやそうだろ。これに合わせるその無理やろ。最初のあんだけなんかあのリスペクト宣言いじっといて、ね、ちょっとしっとり締めようとしてる。それでも狙ってるよ、ね。狙ってるな。じゃあちょっと質問もあるのでまだまだあるのでいきたいと思います。ラジオネームてつさん、シューさんと園田選手が一生懸命戦ってくれる姿を見ていつも感謝しています。お二人に質問です。サッカーでこれだ、うん、は譲れないことありますか。もう一つ、僕は初めて宝くじをこの夏買ったのですが、もしお二人が100万円当たったら何に使いますか。ここ行こう。そっちで、うん、こっち行こう。もし二人が100万円当たったら何に使いますか。じゃあシューから行こうか。俺は奥さんにプレゼントしますね。さっき取られた。丸まま。丸まま。はい。いつもありがとうございます。現生。ありがとうございます。困難では足らないことは分かってますが。これでどうか。日頃から渡すよ。宝くじ、もうなんか当たったやつをそのままね。うん、もうそうね。一言添えてね。一言添えて、ね。困難では。足らないのは分かってますが、いつもありがとうございます。じゃあ、そのは俺、石間場に寄付しようかな。サポーターの皆さん。そんな。絶対せえへんやけ。するする、絶対せえ、これ。するでしょう。するでしょう。韓国行くわ、これ。韓国。ああ、そうやな。すぐ韓国行く。韓国行くわ、これ。うん、韓国、万博できるかな。行くな、これ、韓国。すぐ行くな。宝くじ買ったことある？あ、俺はない。そのある？俺あるよ。あ、そう。当たったことある？ない。当たるやつちゃうやん。こいつしっかり外れるタイプ。年末年始にこう一年に一回のって。そんなんやってんのお前。かわいい。いや今もうやってないよ。今やってないけど。一年に一回の。え、買ったことはある。わかる。まあ当たらんけど。だって一年に一回のためになんか。まあ、気合入ってるか分からないけど、おみくじ引く感じの感覚の大凶やん。大凶にすんな。なるほど。じゃあ最後ぐらいかな、ちょっとあの真面目な話を。周囲選手と同じピッチに立ちたい。ラジオネームヨガの時ありがとうございました。ゴールキックパントキックをより飛ばすにはどうしたらいいですか。ハイボールの処理はどうしたらいいんでしょうか。身長が150センチですと。まあじゃあゴールキックパントキックどうやって飛ばせるかと、そのにはヘディングをどうやって飛ばせるかっていう話を最後聞いて、ね、うん、じゃあシューどんな感じ。まあフォームはしっかりすることで、あとは筋力がついてければ、うん、あの飛んでくるようになると思うんで、あのフォームをしっかり作るってことですね。いいフォームを、あとパンチングは、うん、てかまあハイボールに関しては基本的にもう強気でいること、うん、あの受け身になったら絶対出れないし、うん、ダメなんで常に強気でいることっていうのは大事かなと思います。うん、この身長150センチっていうところはまだまだ、まあ、何歳かちょっと分からないけど、はい、そんな気にすることではない、ね、全然気にすることじゃないですね。背小さくてもできることはたくさんあるんで、うんうんうん、はい、じゃあそのヘディング、ヘディングをこうより背筋と首筋を鍛える。いや、やっぱ筋力必要やね、うん、背筋と首筋散々やってきた、めちゃくちゃやった。いや高校の時はもうえぐめっちゃ、なんか今では考えられへんようなヘディングの練習とかした。なんかいやいや、もうあのね、寝て首を押さえつけられて、うん、それをこくっと上げるっていう。あ、トレーニング、ね、そうそう、トレーニングね。いや、すごいな。その飛ばすっていうのはやっぱ筋力ついたら飛ぶ。まあ全然多分違う。なるほどな。うん、でその後遺症は出てるんですか。今来てる、今来てる。後遺症は、ね、37になったらそうそう出てくるっていう。気をつけた方がいいよって言って。お話がなかなか難しい。ちょっと噛んだりするけどね。後遺症があるんですが、首筋と背筋を鍛えてください。そうそうそう。なるほど。副作用はあります。はい、ありがとうございます。ちょっと時間が、ちょっとまだまだたくさんメッセージあったんですけども、すいません。たくさんメッセージありがとうございました。僕も、選手2人も呼んでますので、まだ引き続きメッセージ欲しいなと思います。最後に、あの、イカナに2人からメッセージをお願いします。じゃあ、週から行こうか。残り試合数も、あの、少なくなってきて、あの、一瞬一瞬がこう、かけがえのないものになってくると思うので、
あのぜひ見逃さないようにあのスタジアムに来てもらえたらなというふうに思います。これからもお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあそのお願いします。はい、いつも応援ありがとうございます。最後まで諦めない、気持ちで、戦いますので、ホーム戦あのたくさんの人に来ていただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今回の選手2人の、チェキ写真にサインした、プレゼントはお二人の方当選おめでとうございます。ラジオネームとしさん、ラジオネームピンクのゲーフラさん、おめでとうございます。次回もね、選手含めてあのラジオしていきたいと思いますが、あの選手はまた追って連絡したいと思います。じゃあ本日はお忙しい中ありがとうございました。週、そのまた頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。You're